気持ち入っとるから。うん、分かるわ。あとなんかちょっとでも今日しんどいなって日の動画ってやっぱり違いますよね。いやほんまにそう、モチベが上がる時ほんまにもう全然いいの撮れへんもん。オープニングの挨拶からなんかちょっと微妙な感じする。もう声のトーン違います。そう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 、挨拶から、はいどうもこんにちはって、あちょっとこれ今日違うなっていう、はいどうもこんにちはできてないなって時あるもんな。はいどうもこんにちはできてないって感じ。そう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 、それがすごいテンション高いとかじゃないじゃないですか、うん、でそういう時マイスのテンションも低い時あるんだやっぱ、うん、これでその時俺が思うのは、これマイスがテンション低かったら俺もテンション低かった、お前テンション上げろって切れるって言った。へー、超理不尽なやつだったりするっていう。いやでも結構意外と大事かも、うん、それカメラマンさんの笑い声とかでこっちが乗ってきたりするのやっぱあるから。そう、俺が乗ってない時にマイスさんも乗ってない時あるんだ、お前乗ってこいよみたいな。マイスさん頑張ってんね本当に。前室さんにそれも最初オープニングが微妙だった時に20分ぐらい注意して、やば20分注意されんの、20分注意して、でそれで前室さんが前室さんが不適されたりするわけ、うん、でお前その感じだったら動画撮れへんから、まあ、10分で今から機嫌戻してっつって、10分で機嫌戻って30分後になって「あでもそれです」って言った時にもう前室さんどうでもいいとこで笑い出すから、マジどうでもいいとこで笑い出す前室さん、笑わ怒られると思って、うん、そう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 、別にそこまで合いの手いらんけど合いの手出てくるんだから。すごい、その20分間の説教をめっちゃ聞いてみたい。何言うんやろ、終わるじゃないですか、もうちょっとテンション上げてで終わるのに20分何言うんですか。20分がいやお前さみたいな、まあ、こっちがネタがない中で頑張るって時、お前その感じでさ仕事来てどう思ったみたいな、分かるから、いやもう環境作りたいやんみたいな、いやもう頑張るから何回も言ってきたわけこれ、うん、分かる、何回も言ってきたお前これなわけ。オッケー、じゃあもう帰る帰る帰る、はい行こう。いやそういうことじゃなくて、そのテンション自体無理だけど、それ初めからやっとくって話やからっていう、はい、もう俺がもうバー言って全ての体の中の毒と全部出し切って前室になすりつけて10分で回復させてもらって、回復させて俺はもうリフレッシュできる。めっちゃ悪い、もうちょっと切り替えるしかないじゃないですか。確かに確かに。俺は、うん、言わない。でもそれでね、どん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 嫌な空気になっても良くないから。まあ、ね、まあ、ムカつくじゃないですか。うん、正直。でも切り替えるしかない。取れないわけじゃないですか。うん、その時に俺はもう目つぶって子供の中で子供の中で頑張ろうって。それだから。まあまあまあ。やまいっすか、大人。それで笹木さんもその基本おるわけ、うん、笹木さんがその最後に振り絞る言葉はちょっと光くんスマブラしますって一旦スマブラで引き直してもらってそうなんだめっちゃおもろい。でもすごいいろんなことがありすぎて抱え込みすぎて、もうなんかいろんなことやっとるやん俺。どっかでこの火山を爆発させへんかったらあかんっていうタイミングがあって、それが定期的に爆発していくって感じやん。で大体そこの対象はマイスターになるんですか。マイスターになるな。しかも家おらん。そうそうそう、でもそれ以外やっちゃったりしてもあれやん。でも兄弟会やからできる、ね、いや俺その後に終わりじゃん撮影、うん、はい、その後の佐々木さんと飯食いに来たじゃん。佐々木さんがじゃあ上手に間を取り持ってくれてるんですね。ヒカルさんとスマブラしてマイスターとご飯行って、じゃないっすよみたいな感じで、うん、もう慰めてくれるんですよ普通に。優しい、まあ、みたいな、うんうん、逆にヒカルさんと笹毛さんが喧嘩することはないんですか。ない、俺でもない俺でもマイスさんとしかぶつからへんから、うん、それは俺の簡単に怒ってるの見たことない。いやでもそれはやっぱ兄弟だからこそぶつかれるというか、兄弟から修復できるわけ。それさぶつかってんの、それともヒカルさんがもうわーって一方的に言うことが多い。一方的にもうどん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 マイスさんの身長縮めていくとかね。もうなんかほんまに一回叩いて、それでももう足りんか叩き続けて一回全部ペシャンコまでしてってこういう感じで、お前が時間かけて上がっていくって、ここやって、でもその回復10分で10分させるから10分全回復持ってきてっつっていやなんか心のバイオグラみたいな多分そろそろ必要ですよ。マイスさんもうおかしくなっちゃいそう、精神状態が。これって叩かれる時ヒカル君が理不尽じゃないですよ。そうなんだ、筋は通ってる。マイスさんは納得できるんですよ。ああ僕からしたら、うわマイスさんそろそろいかんと、ほら叩かれる、ほら叩かれる。ああだからそのもうマイスさんが怠惰によるものをでかくて、正直ちょっとぐらい泥見逃しとってもなんかそれがつついて、マイスさんもやっぱ持ち引くときやないか、この動画撮るってなったタイミングで引くかって、引くすぎてそれを引きずって縦に来ることが多いや結構、うん、それでもう行くみたいな。なるほどね。あじゃあ別に理不尽に安わっとってるわけではないと。そうなんです、稀にありますけど、うん、基本的にはないですねそれは。あなるほど、稀にありますよね、やっぱ理不尽な安わたりは。その時が一番俺はムカつきますよ。この間僕見てて一回初めて、うん、分かってるから、それ以上切るのも無理やって